滋賀っぽい一言ポエムください。ポエム滋賀道。滋賀道。はい、今回もやってきましたポエム滋賀道。お相手はコアラジータデコルトボコルだよ。なんかね、前回もねちょっと前置きが長いって言われたんだよね。あのさ、うん、励ましのお便りとか来てるの？そうだよね、あの普通励まし4のダメ出し1ぐらいじゃない？そうだよね、めげちゃうよね。でもね、まだね励まし届いてないみたいだよ。これみんな宛先知らんのちゃう？ここまでやで、送ってや、送ってね。ということで早速一歩目行ってみよう。おい、エビ豆で血が出た。わかるわ、エビがお口の柔らかいところに刺さんのよ。尻尾がね研ぎ澄まされてんだよこれね。僕お豆が好き。聞いてないし。口に刺さるといえば、あのほらポテチとかもね、あ、刺さる時あるよな。あるある、縦に刺さったらめっちゃ痛いもん。そうそうそう。疲れてる時は口の内側噛んで血いっぱいになるから。な、あるな。じゃあ2本目。ビワイチに友がママチャリできた。これわかるわ、おるねそういう人。あの子がもね走っててもな、見かけるよなこれな。一人だけな、うん、僕ママチャリで行きそう。そうやねんけどな、そうやと思うわ。、うん、ママチャリで来られたらめっちゃ気使うよ、なんかゆっくり行かなあかん。そうそう、でもママチャリで来る人ってあれでしょ、そういうのあんま気にしないでしょ。そうやね、大丈夫大丈夫とか言わへんな。わかるわかる。ちゃうねん、こっちが気使うから言うてんねん。このタイプの人はみんなでファミレス行っても、うん、あ俺今日お金ないから頼まないと言うタイプだぞ。ダメダメなの？ダメでしょ、ビワイチにどんな自転車で来るかってことにもね、人格って出るもんなんだよ。はい、じゃあ、はい、最後3本目いってみよう。シガド。忍術村の場所、分かりにくいのも忍術か。あのほら、忍術村とあの忍者屋敷な、あれどっちだったっけと思うときない？あの辺りはあの飛び出し坊やも忍者だよね。あ、そうそうそう、地域性があってあれ面白いな。わしらもお声かからへんかな。僕たち鼻ないし無理だよ。僕はあれだよ、高島市コアラジのヒーローだから、可能性あるよね。コアラジ、波が風がハートが荒ぶるぜ。え、声かかってんの？いいよ。恥ずかしい。ゆかりの血あんのに声かかってないで、逆に恥ずいに違うだよね。そうなの？ちょっと自治会長さんに電話してくるからさ、今日のポエム滋賀道はこれまでということで、またねー。